4年ぶりにイベントが開催されるこちら持尾公園の桜並木にはずらっと灯籠が設置され、花見客を受け入れる準備は万全です。桜の名所100選に選ばれている都城市の持尾公園、およそ2600本のソメイヨシノなどは現在三分咲きから四分咲きとなっています。あ、いいですね。やっぱりね、マスクも個人志向になってね、だいぶ良くなったんじゃないですか。まあ、満開のところもあるし、一部二部のところもあって、でもここ初めて来たんです。結構咲いてます。はい、綺麗です。今年4年ぶりに桜祭り開催となった持尾公園、今日は一足早く久しぶりの花見を楽しむ人たちがいました。恥ずかしがれ、3年か4年ぐらいはちょっとですね、こういう花見られんかったからですね、もう皆さんビールを飲んでですね、はい、一番いいですね。楽しみに待ってたことでしたので、まあ、あのマスクを外せるっていうことがたとえ大変嬉しいところですよ。最高です。一方こちらは宮崎市の量販店、今年初めて花見に行く人を想定した特設売り場を作りました。売り場には割り箸や紙皿、それにレジャーシートやバーベキューセットなどが並んでいます。今年久しぶりに、花見の、イベントがあるところも非常に多いですので、それに合わせて、当店の方も、花見コーナーを大々的に、展開しようというところになりました。久しぶりに花見に行かれるお客様も多数いらっしゃると思いますので、売り上げは大きく伸びると思います。期待しています。4年ぶりに迎える制限のない花見シーズン、気分も経済も盛り上がりを見せそうです。